こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはキャッスルアンドレ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキャッスルアンドレ鼻に立ちます。その後ろからはエアジハード、この馬も上がっていく構えです。さらにはグローブヒート、16番ノットステッパー、その後ろ。それでは先頭からストロングプレス先手を取りました。その外にレインボーアンドレ、好位置をキープしています。エアジハード、前に戻りましょう。レインボーアンドレ先手を取りました。これに続くのがストロングプレス、好位置をキープしています。エアジハード、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてレインボーアンドレ、2番手はストロングプレス、3番手にエアジハード、絶好の手応え。大外から緑の帽子エアジハード伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はエアジハード、あと 200m、 エアジハード余力は十分、さらに引き離していく。2番手はブレイクコメット、エアジハード、もう一伸び、エアジハード、ゴールイン、エアジハード1着、2着はブレイクコメット。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはマイト&パワー、綺麗なスタートを切りました。リップシーカー、前に行きそうです。マイト&パワー、それに続いています。さらにはカイタの14番ガンドキルデア、その後ろ。ここでショートトラックのコーナーにかかります。では前の方からマイト&パワー先手を取りました。タレンティドデライト、それに続きます。これに続くのがガンドキルデア、緑の帽子ゴールデンバトラー、その後ろ。その外にトロットインディー、並んで15番カイタノ、その外にインディアンミスワキ、その隣にマジカルアベニュー、その外にムービージュピタ、メジロブライト、後ろからすぐ後ろにサミーウィンザー、さらにはコスモシーン、最後方にスムースアメジスト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番リップシーカー、レースを引っ張ります。その隣にタレンティドデライト、その後ろからはガンドキルデア、緑の帽子ゴールデンバトラー、その後ろ。すぐ後ろにカイタノ、並んで16番トロットインディー、すぐ後ろにインディアンミスワキ、メジロブライト、後ろからになりました。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはガンドキルデア、マイト&パワー、すぐ後ろ。その隣にリップシーカー、タレンティドデライト、それに続いています。すぐ後ろにゴールデンバトラー、さらにはカイタノ、その後ろにトロットインディー、黒の帽子ワンダフルムーン、その後ろメジロブライト、この位置です。並んで6番マジカルアベニュー、ムービージュピタ、この馬もこのグループ、コスモシーン、それに続きます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からガンドキルデア先手を取りました。すぐ後ろにマイト&パワー、リップシーカー、それに続いています。すぐ後ろにゴールデンバトラー、並んで2番タレンティドデライト、内からはカイタノ、その外からインディアンミスワキ、その外にビーマイトゥルース、トロットインディー、その内に続いています。後ろからの競馬になりました。メジロブライト、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。スムースアメジスト、すぐ後ろ。各馬ロングトラックのコーナーに入り
ります。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはランドキルデア、その後ろにマイト&パワー、その隣にリッチシーカー、その後ろからはゴールデンバトラー、白の帽子タレンティドデライト、その後ろすぐ後ろにコスモシーン、トロットインディー、すぐ後ろ後ろからの競馬になりましたメジロブライト。鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にビーマイトゥルース。さあ先頭は依然として14番ランドキルデア、リッチシーカー、ほとんど差がありません。マイト&パワー3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ランドキルデア先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はゴールデンバトラー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。さあメジロブライト一気に来た。先頭変わってゴールデンバトラー、あと 200m。 先頭はゴールデンバトラー、残り 100m。 メジロブライト先頭、インディアンミスバキ迫る。メジロブライト、メジロブライト1着、2着にはどうやらインディアンミスバキ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロブライト、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スケベ人間、これはいいスタートを切りました。タイガーヒル、この馬も好スタートを切りました。カワチサンライズ、前に行きそうです。フライングリオ、それに続いています。さらにはアライドフォーシズ、14番タイガーヒル、その後ろ。では前の方から見てみましょう。スケベ人間先手を取りました。カワチサンライズ好位をキープ、オレンジの帽子スウェイン、その後ろすぐ隣にアライドフォーシズ、その横にアヌスミラビリス、その外にアルムタワケル、その隣にマーベラスドミニオン、その横にサンセットマックス、シャートゥーシュ、この馬もこのグループ。その外にスペシャルウィーク、さらにはボルジア、黄色の帽子ダンスデザイン、その後ろシルバーペイトリアーク、すぐ後ろシンガリからカイフタラ。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先頭はなんとカワチサンライズ、場内ドット湧いています。赤の帽子フライングリオン、その後ろその外にタイガーヒル、アヌスミラビリス、そのうちに続いています。オレンジの帽子スウェイン、その後ろアライドフォーシズ、そのうちに続いています。並んで8番シャートゥーシュ、その外からバーベラスドミニオン、その隣にサンセットマックス、その外からスペシャルウィーク、黄色の帽子ボルジア、その後ろ。先頭は依然としてカワチサンライズ、フライングリオン、ほとんど差がありません。タイガーヒル3番手。最終コーナーコーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチサンライズ先頭、差はほとんどありません。2番手はカワチサンライズ、カワチサンライズ。さあ手応えはどうか。先頭はスウェイン、あと 200m。 先頭はスウェイン、カワチサンライズ必死に追う。スウェイン先頭、スペシャルウィーク、スウェイン追いすがります。スペシャルウィーク、スペシャルウィーク。1着、2着にはどうやらスウェイン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。